はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日のお題、は、小顔レイヤーカットみたいなのをちょっとやりたいと思います。すごい簡単な方法です。まず、そうですね、Facebook で友達申請とかしてない方はもしよろしければ友達申請してください。大歓迎なんでお願いします。はい。で、小顔の、作るポイントからちょっと説明していきたいんですが、まず、今日使うのは、サイドチェンジというのを使います。サイドチェンジっていう方法ですね。でちょっと最初に言ってきますが、こっちのウィッグのこっち側がちょっとスカスカなんですよね。で左右バランスがちょっと違ってるんですが、ちょっとウィッグが今なくてこちらを使います。ここスカスカなんでちょっと左右の対称、非対称にちょっとなってしまうと思うんですけど、まあ切り方をちょっと、お伝えしたいと思うんで、その辺はご了承ください。では早速やっていきますね。ちょっと移動します。移動しました。はい、わかりますでしょうかね。顔見えますか皆さん、大丈夫でしょうか。はい、まず小顔を作る時のポイント、まずどこで小顔を作るのかっていうと、ちょっとポイントをちょっと最初伝えますね。まずこのセンターの毛あるじゃないですか、この鼻の上のところ、この距離が狭い方が小顔に見えるんですよ。わかります？このどんどんどん、このセンターのこことこの距離が近い方がいいんですよ。これを例えばですよ、上げてしまうと結構顔出て見えるじゃないですか。なので、本当に小顔ベースだけを考えると、ここは 長めに残した方がいいんですよね。ただこのラインで切ってしまうと目に入っちゃったり、まつげに当たるじゃないですか。なので、この部分だけをちょっと取っていくような感じが一番小顔が作れます。はい、であんまりここをとんがらかしてしまうとなんかちょっと変な感じになってしまうんで、ここは自然にこうやっていくような感じでやります。この辺、ここの距離をなるべく短く切るってことですね、小顔を作る場合は。でまずサイドチェンジって何ぞやっていうことなんですが、まずちょっと前髪は前回やったんで、ちょっと今回は前髪ちょっと後にしますね。サイドチェンジって何かっていうと、顔前のレイヤーを入れていくんですが、まずサイドチェンジはお客様の反対に立ちます。いいですか。こっちを切るときはこっち側に立ちます。で、このままこっちにオーバーダイレクションさせますね。でこの時に多分皆さんまっすぐのシザーで切っていくと思うんですけど、僕は結構ここ丸く切るんですよね。こっちに持ってきた時に丸く切ります。でなぜ丸く切るかっていうと、落とした時に丸く切った方が柔らかさが出るんで、結構直刃で切ると、まっすぐ切っちゃうと、まあこうまっすぐ切ってしまうと結構ここら辺が軽くなりすぎてしまうんですよね。この辺のちょっと重さがあった方が、かっこよかったりするんで、僕はあえてこういうカットラインに切ります。こうじゃなくてこう切ります。で、これもやり方は簡単なんですよね。もし心配な方はセンターでガイドを取ってください。パツッとガイドを取っていただいて、でまずちょっと分かりやすいようにこっち止めます。いいですか。で、反対側に立って、コームはアラバの方がいいですね。でアラバで取りますね。で、先ほどのガイドラインに合わせて、ちょっと切っていきます。サイドチェンジはこういうことですね。この時にテンションもあんまりかけないような感じで、僕は丸く切っていきます。ここを顔にかかるところを丸く切る
まあシャギーのスタイルというか、なんて言うんでしょうね、こう反対側に、大体皆さん多分きっと多分こうやって切ると思うんですよね。こうやって多分皆さんこう切る方が多いと思うんですけど、これが悪いわけじゃなくて、多分こう切ると思いますね。じゃなくて、反対側に立って、はい、このまま全てオーバーダイレクションさせて R、 こういうふうに R になる感じでカットしていきます。はい、これがサイドチェンジって言いますね。まあ勝手に僕が作ったやつなんですけど、サイドをチェンジ、サイドが逆っていう意味ですね。でこのまま、このような感じにします。で今度逆側ですね。はい、で今度逆側、このこっちのウィッグがちょっと薄くて、ちょっとこの辺セニングが入っちゃってるんでちょっと微妙なんですけど、今度はちょっと見づらいかもしれない、こっち側に立ちます。そしてこっち側からオーバーダイレクションさせて、同様にさっきのラインと合わせて、丸くカットしていくんですね。この時もカットは決してえぐらないで、丸さを残していくことによって丸いラインが作れます。まあ、僕基本的に重めのスタイルが好きなんで、ちょっとそういう風に切っちゃうんですけど、オーバーダイレクションさせて、まあ、このぐらい粗刃の方がいいですね。これは YS パークのシザーなんですけど、粗刃で切って、溶かして切っていきます。はい、でこっちにサイドチェンジします。あ、いいね、ありがとうございます。サイドチェンジしてます。でこっちね、毛が薄いんで、もうちょっともうない感じなんですよね。ちょっと申し訳ないですけど、切り方だけちょっとね、これすぐできますから、まあこのような感じで切っていきます。いいですか。で先ほども言いましたように、小顔のポイントっていうのはここの距離感なんですよ。この距離感なんで、センターを切らないで、前髪をちょっと切るんですけど、まあ僕は、慣れてるんで、ちょっと普通のハサミで切ったりとかするんですけど、もし心配な方はセニングでいいんで、セニングで、はい。でどうやって切るかっていうと、めちゃめちゃ簡単です。いいですか、ちょっと近づけますね。でこの目の上あるじゃないですか。この目の上のところを取って、上から取って内にキュッて曲げます。でその部分だけをちょっと、セニングで取っていきますね。いいですか。まあ心配な方はセニングで切ってください。でこちらも目の上のところを、要は真ん中に集めることによってアーチ型になるじゃないですか、展開図的に考えると。なんで、センター残して真ん中に集めて、上からこっちにねじります。ということはイングラの感じになってですね、横にすると集めたのをこっちに、集めたのをこっちにねじります。いいですか。ですのでどういう風になるかというと、なるべくこの、まあちょっとウィッグちゃんも切っちゃってるんですけど、ここの距離感を、しつこいですけどね、この距離感をなるべく縮めるってことですね。ただあんまり V ラインだとちょっとおかしいんで、ここを小さくした方が小顔に見えるんですよ。なんで小顔カットって結構この前髪のセンターのこの位置が大切だったりするんですね。なので、この前髪のところを大体黒目の真ん中に集めますね。はい、黒目の真ん中に集めて、さっき横から見たような感じでクッとこう中にねじったところをセニングでちょっとすきます。いいですか。そうすることによってセンターの長さがちょっと残って、ここにつけまつげだったりとか、そういう目のところに当たらないので長持ちしますよね、小顔効果の状態で。ただこれまっすぐ普通に切っちゃうと目に入っちゃうんで、巻かないとダメな感じじゃないですか。なので、このセンターはこの長さで、目のとこだけ切ってあげると長持ちしますよっていうことですね。単純なことです。でこちらもセンターと、センターから、目の黒目の真ん中に持ってきて、上からクッとねじり、回すというかイングラに持ってきます。そしてここをセニングでちょっと取ってあげますね。そうすると、自然と、こういうふうにラインがちょっとできますね。
はい、あとは、まあ、ちょっと本当に細かいとここだわりたい方は、まあ、ちょっとこう細かく切っていってもいいですし、つながるようにね、まあ、これこの前もやりましたけど、ハサミの持ち方こうですね、最後まで締まんないようにした方が前髪切るときはいいです。こういう感じです。で、ここをこう切っていきますね。そうするとセンターが残って、センターからオーバーダイレクションさせてますから、目の上のつけまつげのところだけ、つけまつげっていうかな、まつげのところだけ、前髪が当たらないで小顔効果が出せるっていうような感じです。はい、あとはこのもう一度やりますが、サイドチェンジですね。しつこいですがこのサイドチェンジで、サイドチェンジはここはなるべくラウンドさせて切ります。多分こういう展開図の切り方って多分ないと思うんですけど、まあ、勝手な僕の持論なので、ここを丸く切った方が僕は好きです。長持ちします、そっちの方が。でここを丸く切ります。サイドチェンジさせて、で丸く切ります。で反対側に行って、またこっちを、で心配な方は最初にこのガイドラインを取っていただければいいかなと思います。で今度ここがちょっと重いと思うんですよ、この辺が。なのでこれを、全部集めます。いいですか。で集めて前方に持ってきます。でここの集めたところのステムの高さっていうのは頂点と、まあ、あくまでもねこの切り方なので、まあ、ここのステムの高さはそのスタイルによって違うんですけど、まあ、とりあえず基本的なベースを覚えてください。とりあえずこの頂点の、一番頭のてっぺんのところのライン、水平ラインに持ってきます。はい、すべてここにオーバーダイレクションさせます。いいですか。全部コームで溶かして前に持ってきます。なるべくねこれドライで切った方がいいと思うんで、ウェットで切ってもまあいいんですけど、でここをここですね、ここをまた丸くこう切っていきます。これはちょっと分かりますかね。ちょっとここを横にやると、あ、こっちでやりましょうか。全部持ってきて、高さ、この高さに持ってきて、で手はこれ分かりますかね。なぜこっちで切ってるか分かりますか。こうし、こっちにこういうふうに丸く切りたいからこっちに持ってきてるんですね。これを全部持ってきて、ここの、頭の頂点の水平のラインですね、ここまでリフトして、さっき切ったガイドラインに合わせて手はこっち側です。で、戻して切ります。で反対こっち側切るときは、まあ、ボックス切りに近いと思いますね。ボックス切りって何かっていうと、ここまっすぐの感じです。ここに合わせていく感じですね。ボックスっていうのはこう四角の感じですね。でここに集めてカットします。でこのリフトすることによって若干表面に段が入ります。段っていうのは何かっていうと、ここの段差が入ります。少し、これでワンレンじゃなくなるんですね。少しこの辺の軽さが出ますね。で、これで分かったでしょうかね。まあ、もし分からなかった方はちょっと動画保存するか分かんないですけど、文字保存した場合は最初から見てください。で、でここ顔周りね、サイドチェンジ使って、ここに持ち上げて切って、前髪もやりましたよね。でここにシャギーがちょっと入りますね。でまあこの時にもうちょっとこれ入れましょうか。ちょっとせっかくだからもうちょっと入れます。なんかちょっと分かりづらいと思うんで、僕ちょっとガイド取んないで切っちゃいますけど、だいたい感覚でいけるので、はい、ここを切っていきますね。サイドチェンジで、はい、丸く切ります。シャギーを入れます。これサイドチェンジすることによって、こうやってこっちからこうやって切るよりもイングラに入りやすいんですよね。ちょっと顔の方にイングラに入りやすかったりするんで、こっち側で切ってます。こういう風に持ってきてます。もう張り付く感じでね、こう切っていく感じなんですね、顔の方に。でこのぐらい切るとだいぶ短くなってるんで、こっちも切ります。でここでこっちのガイドをねちょっと見ながら
切っていかないと、ちょっとこれ合わせながらね、合わせながら切っていきますね。でサイドチェンジしてカットします。で最初にまあとりあえずベース、まあ、切ってもいいし、あの下の長さはねとりあえず今切ってないですけど、切ってないというかあの最初やってないですけど、まあ、そこは皆さんお任せします。とりあえず顔前の切り方をやりますんで、でここで長さをちょっとチェックしますね。前で長さチェックしますね。これ慣れると、バシッと合うようになるんで、で、ここを持ち上げて、はい、ここを水平に持ってきて、前方でこの段の部分をちょっと切ります。表面の方をちょっと切ります。リフトして、まあ、ベースは落ちると思うんでこれでいいんですよ。ベースを落とすんですよね。要はこの高さまでリフトしたいんで、ベースは落ちるじゃないですか。ちょっとこう今落ちてますよね、ベース。これでいいんですよ。で表面の段のとこだけ、まあ、横スラで切るみたいな感じですかね。わかりますか。そうすることによって、ちょっと表面に若干入ります。はい、まあ、ちょっとわかりづらいんで、少しアイロン入れてみたいと思います。ちょっと入れすぎたかな。こっちね毛が薄いんですよね。全然毛がダメ、毛がない。はい、まあ、このような感じになります。はい、で今度何をやるかっていうと、よくありがちなんですがよくありがちなんですけど、お客さんのバックのセクションを切ります。でバックのセクションなんですけど、ここ段入れると肩に横から見た時にこう跳ねたりしません？こうちょっと段入れた時にここがこう跳ねたりとか、あのこの辺をちょっと段入れちゃうと、なのであんまりちょっとここ段入れたくないんですよね、ここに基本的に。ですけど高さをもうちょっとふわっと上げたいっていう場合とかありませんか？上の方をふわっとさせたいっていう方結構お客さんいらっしゃると思うんですけど、ボリューム出したいわとか。だけどここ切っちゃうと、まあ、ここに段差入れてもいいんですけど、なんかここがブローしないと跳ねちゃうんですよね、肩に当たったりとかして、ここにこうこういう風に、でここのつなぎ目が汚くなっちゃうんですよ。それ僕嫌で、でどうするかっていうと、ここに V ラインっていうのが、またサイドチェンジ使うんですけど、 V ラインっていうのがあります。じゃ V ラインっていうのは何なのかっていうと、また別の動画で詳しくこれは説明したいと思うんですけど、ここに V ラインを作ります。はい、これは、頭をまっすぐ見た時に、真横に見た時に真ん中にこの V が来る、 V ラインだいたい真ん中に来るとこですね。頭のこの前髪と後ろのちょうど真ん中辺にこの V ラインが来るようにします。でここに要はレイヤーを入れるんですよ。でなぜ V にするかってこれ分かりますかね。 V にすることによって下の方はレイヤーが入らないんですよ。で表面の方だけ入るんですよ。思います？そうすることによってベースの方は段ってかの、レイヤー入らないじゃないですか。なのでここで V ラインを作るんですよ。でバックの方は段入れたくないんで入れないんですね。そうするとこの辺パサついたりとかしてこないんで、バックの方とか。でこのサイド、お客さんから見た時に、この高い位置だけちょっと下げます。あ、下がんね、こっちか、ちょっと下げますね。はい、でこの切った V ラインあるじゃないですか。でこの V ラインを
し心配な方だったら、心配な方はなんだろうな、セニングでやっていただいてもいいんですけど、なるべく僕も基本的に丸く切りたいので、丸く丸く丸く切りたいんですよ。でこういうレイヤーも丸くしたいんですよね。なぜかっていうと持ちがいいからです。収まりもいいですし。なのでここで髪の毛をここの点とこの V ラインで取りましたね。この V、 わかります？この V ライン、この V ラインの、V の下と上の真ん中に、ちょうど真ん中のところに引き出します。でステムの角度は頭皮に対して90度ですね。頭皮の、中心に対して90度の位置で引き出して、この下と上の真ん中に持ってきます。そして、これドライカットじゃないとちょっとできないんですけど、髪の毛がこうあったとしたら髪の毛の真ん中にコームを持ってきます。でここからまたサイドチェンジですね。こっち側に移行させます。そうするとこのガイドが見えてきますよね。最後のそこのガイドに向かって丸く丸く入れるんですよ。もう一回やりますね。この V ラインの、ところ、こっちにオーバーダイレクションさせることによってこの下のところが見えてきますよね。下のところが出てきます。この下のところに向かって丸くハサミを入れていきます。いいですか？そうすることによって、ここに丸さがちょっと出るんですよ。ふわっと高さが出ます。ですが高さは出るんですけども、高さは出るけどバックの方は段が入ってないと。そういうことで、ここも丸くレイヤーを入れるんですね。こっちに移行しても丸く切るんですよ。ちょっと分かりづらいかな。この V ラインまたね、今度違った機会でやりますけど、ちょっとまあざっくりやります。はい、まあ営業ではこんな細かく取らないですけど、まあ、ちょっと分かりやすく取ると、はい、この真ん中のラインに V の頂点が来るような感じでイメージしてカットします。はい、このような感じですね。はい、このような感じで V ラインを取ります。いいですか？で V ラインを取ったら、はい、この V ラインで、これもあんまり段を入れたくないなとかレイヤー入れたくないなっていう方はこの V を小さくしてください。あんまりここに段入れたくないっていう方は V を小さくしてください。いいですか？で、このまま前に持ってきます。そしてこれをまた同じような感じですね。はい、コームを髪の毛の真ん中に持ってきて、この真ん中をこっちにオーバーダイレクションさせます。そうすると一番下の毛のガイドが見えてきますよね。ここで丸くですよ。丸く切ってきます。まあ僕はこういうその丸いシザーがあるんで、ちょっとあれですか、ハサミ、直線のハサミだとこう丸く切っててください。でこれでこの高さがふわっと出るわけですね。まあそぎとか今入れてないのでちょっと、つながりがあれですけど、ここにちょっと丸さが出るわけですよ。少しわかりますか？そうすることによって奥行きが出て、さらに小顔効果が出たりとかしますね。このような感じで、まあ小顔になってるかどうかわかんないけど、人でやると大丈夫なんですけどね。でここに顔周りこうやって、でセンターの長さをしっかりこう残してあげて、目の上を取ってあげて、ちょっとこういう感じですね、極端なこと言うと。でここの高さをふわっと出してあげます。はい、で顔周りはちょっとシャギー横に入れてあげて、でまあこれがそぎは皆さんそぎ入れる方もいますし、そぎ入れない方もいますし、でまあ僕の場合は基本的にそぎ入れるんですけど、あんまりそぎ入れるとパサついちゃうんで、こういうものがあります。これ超でかいの分かります？めっちゃでかいですよね。これダイバルタンっていうんですけど、これを切ったようにこっちに馴染むようにですね、これもサイドチェンジ使っていくんですけど、はい、R、こっちの R を使いながら、そぐっていうよりも髪の毛を毛玉取っていくような感じなんですよね。で洋服も毛玉取っていくと綺麗になるじゃないですか。
でこれ毛玉取りだと僕思ってるんですけど、こういう風に毛玉を取っていってあげるんですよ。そうすると馴染んでってくれたりとかするんで、このでっかいハサミ、これめっちゃでかいんですよね、7インチで、これで、ちょっとツヤを出していくっていうか、まあこれでね、量多い方はそぎ入れちゃっていいと思うんですけど、これでこういうような感じで、この、毛玉取りみたいな感じにして、ここにシュッとこうね収まるような感じにしていきます。はい。で今度あまりそぎ入れたくない方はまあね、これあと縮毛矯正の全然つながんないスタイルとかも簡単に、つなげることができるんですよね。でこの時はこれハサミこういう感じの、これ丸なんですけど、丸く切ってるのなんでか分かりますか？これこういう風なラインでこっちでこう、こっちの反対側で切んないでこう切ってる理由としては、髪の毛がですね、真ん中にこう集まるようにしてるんですよね、こうやって切ってるってことは。こう切ると反対にすると髪が散っちゃうんですよ。だからこっち側に、こっち側の面でこの大きいハサミでこう切ってるのは、髪が散らないようにというか、この馴染むようにしてるわけですね。こういうような感じでちょっと、やっていきます。はい。そうするとちょっとさっきよりツヤ出てきたの分かりますかね。ちょっと馴染んできたの、すいません、もう一回言いますけど、こっちの量めっちゃそぎ入ってて、こっち穴開いてるんで、ちょっとすいません左右違います。で、このような感じで馴染ましていきます。まあ矯正毛とかね本当に馴染むんで、直場でやってもなかなか難しいんで、でこれ先っちょがやっぱ締まんないタイプなんで、あ、ありがとうございます。先っちょがこれ締まんないんで、なぜかというとバツって切っちゃう場合があるんですよ、初心者の人とか。なので切らないようにちょっとこう加工してるのと、いろんな加工を施してはいるわけなんですけど、でこのままこういう風な感じで切っていきますね。反対側に移行して切っていくと、より小顔効果が出てきたりとか、この辺が馴染んでくるんですよ、こうツヤが出てくるんですよ、こういう風に。わかりますかね、ちょっとツヤ出てきたので、今度ちょっとこれ難しいかもしれないですけど、今度はこれを反対側で、今度裏側を切るんですけど、今度裏側はこっちの反対側を使うんですよ、このでかいので。表面やりましたよね、今度裏側をこの反対側のシザーで、これ根元ね切んないようにして、こっちを今度切っていくんですね、裏側を、裏側をこう切っていきます。反対側に。だ今日のテーマはサイドチェンジですね、小顔カットのサイドチェンジっていうやり方です。いろんな方法があるのでちょっと全部お伝えきれないんですけど、これでサイドチェンジしながら、この辺をこうカットしていきます。で今こっちのハサミ裏側はこっち面ですけど、これが裏側がこうなるとハサミもこう内側になるような感じで、あ、意味わかんないな、わかりますかね、こっち側はなぜこういうふうに切んないかっていうと、こうした時にこういう角度に持ってきたいんで、こっちやる時は裏面を、このハサミはこっち側を使います。ね、この辺こういうふうにバーッとやっていきます。でそぎとか入れなくても結構収まりが良くなってくるんですよね。そうすると結構シュッと収まってきます。で今度こっちまた、反対側は反対のシザーを使ってこのままバーッと、これ今切れてなさそうに見えますけど結構切れてますからね。はい、ここでこういう風に切ります。皆さんスタンプありがとうございます。スタンプとかいいねとか皆さんすいません、ありがとうございます。でこのままこういう風な感じで、切っていきます。ね、
反対側で、落とすとシュッとハートあざっすで、こういう風にシュッてこう収まってくるんですよ。今そぎ一切入れてないですからね。そぎなしでも収まってきます。はい、でこの トップのところあるじゃないですか。トップのところはまあちょっとねバツって切っただけではちょっとあれなので、まあここにちょっと軽さをね、もうちょっとこうそぎを、そぎっていうかその軽さ入れる場合はまあいろんな方法があるんですけれども、どれがいいかな。まあ今度この小さいのを使って、ここに少しこうそぎを入れて表面の方ですね、ここボリューム欲しいっていう人たまにいるんですよ。で奥行き出すことによって小顔効果が出るんで、ここにこれスクラッチカットっていうんですけど、こういうような感じで、ちょっと入れていきます。これ腹やべえなマジで。まあいいか、こうやってやっていきます。すごいすごいです。あ、ありがとうございます。コメント読めるよ、たくちゃん。リアルタイムで読めるよ、たくちゃん。変なこと書かないでね、マジで。たくちゃん、本気で、ちょっとやめてよ。本気で。ちょっと変なこと絶対書かないでね。これもうほんと。ほんとやめてよ。で、ここにこういうふうに、これ残るからね、記録が。ほんと。よろしく。で、ここね、こういうふうに、トップの方は切っていきますね。そうすると高さがふわっとこう出、うん、はい、顔文字でお願いします。絶対変なこと書かないでね。でこういう風にしてここふわっとこうなるわけじゃないですかね。今のこうちょっとスクラッチカット入れることによって、なります。で顔周りはね、顔周りもまあここら辺にねこう束感入れたい場合はまあいろいろあると思うんですけど、まあまあいろいろ簡単にやる場合は 10% ぐらいのセニングでシューシューシューってこうこういう風に入れる場合もありますよね。まあ僕はあんまりセニング使わないんでちょっとあれですけど、こっち側にまあこれ T2 セニングって言ってちょっと 10% ぐらいのセニングなんですけど、こういう風にこう入れていくのは簡単ですよね。あと僕結構使うのは、結構束感こうちょっと入れたいなっていう場合はこういうまたちょっと違うシザーなんですけど、オーバーダイレクションさせた状態でちょっとここに切り目を入れてって、ちょっと束感をですねここに演出をするわけですね。この時もサイドチェンジしながらやっていくことによって、より収まり位置が明確に見えてくるんで、はい、でこの顔周りの重さをちょっと取っていきます。この時もサイドチェンジを使います。はい、サイドチェンジを使い、まあちょっとセニングは使いたくない、セニング使わないでちょっとやってるんですけど、はい、このまま持ってき、逆サイドに持ってきて、まあこれペンシルシザーっていうんですけど、ちょっと、このような感じで少し滑らかな束感を作っていきますね。基本的にちょっとまあ好みになっちゃうんですね、カットって。僕重めの方が好きなので、あんまり軽くしたくないというか重いラインをどっか残したいんですよね。でこれウィックちゃんはもともと軽いんで、ちょっと毛がないやつなんでちょっと申し訳ないですけど、まあこのようにしていくと、でした後にまた僕はね、こう切った後にやっぱり毛玉取りやるんですよ。やっぱこの毛玉取りをちょっとこうやってあげた方がよりこの7インチのでやることによって、よりその切ったところってやっぱ削いだところってパサつくじゃないですか。でそこもちょっとヤスリがけみたいな感じでちょっとしてあげるんですよね。そうするとさっき入れたその削ぎのところもちょっと馴染んでくれたりとかするんで、でより顔の方にこうフィットする感じに持ってこれます。このような感じですね。でいや人間でね、今度やりたいんですけどね、やっぱお客さん顔出し OK の人がなかなかいなくて、
人間でやったらめっちゃこれ良さ分かるんですけど、ウィッグだとねなかなかちょっと難しいんですよね。結構変わりますよ人でやると。なんでねちょっと人で顔出し OK の人モデルさんいたら出てほしいんですけどね。でこのような感じで、やっていくと、まあちょっと顔周りにこうね、わかります？この辺にシャギがこう入って、滑らかにこうなって小顔効果が作れるという感じなんですよ。はい、こうフィットしますよね。これの一連の流れで、まあ、これ今説明してやったんですけど、多分10分あったら切れるんで、俺がモデルになるぞ、俺がモデルになるぞって、だって髪短いじゃん、たくちゃん髪短いでしょ、無理だよ。そう、若いモデルさんがメンズでもいいけどおじさんはダメだね。でこのような感じで、やっていくと、こういう風に束感こう出てるの分かります？束感、これワックスつけてないですけどちょっと束感出てますよね。はい、こんな感じで、束感が出るんで、でこのトップの重さもねちょっと出るんで、でポイントとしてはバックにはそぎ入れて、そぎっていうかそのバックの方は一切そぎ入れてないんで、バックの方は跳ねないと。この場合も、歯はこういう向きの歯で入れてます。丸さをいかにイメージしていくかっていう感じでやってますね。こういう感じ。そうすることによってバックの方の肩に当たる羽がないわけですよね。ここは要はワンレンですから、バックはワンレン、そしてここのウェイトはサイドチェンジで、ここを上げて、で顔周りはもうサイドチェンジでこういう風にフィットさせ、そして前髪のここのセンターは残しておきながら、目の上の、つけまつげというかまつげのところを上げると。そうすることによってより小顔効果が、作れるんではないかなっていうふうに思います。はい、今日の感じはこんな、感じで、またですね、機会が、ありましたらまたちょっとライブやりたいので、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、では今日はもう皆さんねお疲れ様でした。今日営業皆さん忙しかったと思うんですけど、僕も今日ノンストップだったんで、ちょっと疲れてはいますが頑張りました。なんで、皆さんの応援があるとまた頑張って配信したいと思うので、皆さんお願いいたします。そしてお腹やばいんでちょっとダイエットします。ありがとうございます。お疲れ様でした。では皆さんごきげんよう。またありがとうございます。ぜひこれ少しの間、とても勉強になりました。あ、宮下さんありがとうございます。ちょっとの間消さないで置いとくので、これ最初から見てくれれば多分見えると思うんで、ぜひ最初からちょっとやってみてください。ぜひお願いいたします。ありがとうございました。ではそんな感じで今日は終わりたいと思います。皆さんありがとうございます。遅くまで。お、海老名さんありがとうございます。海老名さんこれ持ってるでしょ、ダイバルタン。海老名さんこれ持ってるから使えますよ、ガッチし使ってると思いますけど。はい、ですのでありがとうございます。皆さん、あら、今参加した方はもう終わってしまいますんで、見てください。ありがとうございます。